ともにね、はい、やってきました任天堂ダイレクト。こんにちは、タッカキッチです。さあね、あの TGS でね、まあモンスターズ3ね、情報出るから、まさかこれ出るかな出ないのかなと思ってたんですけど、やはり出ました。ドラゴンクエストモンスターズ3の最新情報、まあとはいうもののほんの少ししかね、映像が流れただけっていう感じなんですけども、まあどういったね内容の情報が出てきたのかね、ご紹介していきたいと思います。さあ、ということでね、ロザリーちゃんが涙を流して祈っております。まあピサノのことを祈ってるんでしょうか。まあそんなね情報、まずはモンスター、最新モンスターね、おこれ出てくるのって思ったモンスターがこちら。まあ、ドラゴンクエスト4のねモンスターが多くは使われるのかなと思ったんですが、こちら左側ね、はい、アークマージー、まあ、ドラゴンクエスト3でねゾーマの城だったっけな、うん、ま、ゾーマの城だよね、最後の方にね出てくるよね、アークマージー、ベギラゴンかヨナズンだからね得意なね、はい、モンスターだと思います。まあ隣がね、右隣がね、ドラゴンクエスト10にも出てきたねスライムタワーの転生モンスターだよね。そしてびっくりしたのがこちら、スライム界の王様、まあキングスライムじゃないよ、闇のスライム界の王様だよね、ダークキング、まさかのドラゴンクエスト10からの参入のモンスターとなっております。ダークキングの特徴として、まあ闇の攻撃っていうのもそうなんですけど、やはり毒、まあそんな状態異常させる猛毒なんですけど、かなりドラゴンクエスト10では手こずらせられましたが、まあモンスターズ3ではどうなんでしょうね、その状態異常、まあ、どんな攻撃をしてるのかね楽しみとなっております。ダークキング、さあ敵か味方かわからない、まあ見た目はねちょっと魔族っぽいけどね、ちょっと味方だったらねすごい頼りがいがあるモンスターなんですが、敵だったらちょっと厄介そうなボスだよね。そしてこんなねでっかい両手体験かな、両手剣っていうのかな、剣を装備しております。さあピサロとこのモンスターの関係は、さらにはなんとこれアリーナ、クリフト、ブライ、ミニア、マーニャ、ライアン、トルネコ、そして男勇者、これらがどのように今のピサロと、ストーリーと関わってくるか、ちょっと時系列的にどうなんだろうと思うんだけどね。まあ、今回がピサロがね王になる前の話で、まあ、前回の動画にも言ったんですけど、まあ、ここでピサロの手先と、まあ、大目玉とピサロがね多分主従関係になったと思うっていうようなね話があったと思うんですけど、その時系列的にこんだけ勇者とかアリーナとかねクリフトとかミニアマーニアライアンが年代的になってるんであれば、ちょっと時系列がおかしいような気がするんだけどね。まあこれがちょっと今後のねストーリーがこうなりますような紹介のムービーなのか、ストーリー上この勇者たちとピサロの出会いが絡みがあるのかっていうのはちょっと定かではありませんが、ちょっと何にしてもねストーリーがかなり楽しみとなってきております。さらにはこちら、はい、なんとまあ任天堂ダイレクト終わった後にね、こちら任天堂 eショップでドラゴンクエストモンスターズ3の体験版ができるみたいです。はい、もちろんこの高吉今 NOW 体験版をねダウンロードしております。はい、そんなね体験版、まあ、初期の方のねストーリーをねプレイできるみたいです。さらにこちらのセーブデータを、本製品版に引き継ぎができるみたいなので、まあ、ちょっとね興味があるよ、ちょっとねやってみたいんだけど初めてなんだけどという方は、まあ、こちらの体験版を買って、もしねこれで気に入るようなね、まあ、本製品版を買って、まあ、引き付けばいいんではないんでしょうか。 またねこの体験版のプレイ動画別日にねはい出したいと思います。では今からね早速ちょっとプレイしてきますのでね、動画をね次回の動画をお楽しみください。はい、ということで今日はですね速報、任天堂ダイレクトで来たドラゴンクエストモンスターズ3のね情報でした。本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。